クワがシルクタッチ付きのやつとシルクタッチついてないクワも欲しいなというところなんですよね。でこのスカルクブロックをですねちょうど5つあるので設置するんですが、ここなんですよね、この真ん中。これだけで終わりません、奥さんこれだけで終わりません。続きまして、ちょっと目線を下げると、なんと本当すいません建築、もうちょっとだけ待って、 1.19 になってもう本当にいろんなブロック追加されて、めっちゃ楽しいで裏で研究してて今日、あれよ、無限化するよ、そう、クローン、なんか怖いの、スカイ制服クラフト。どうも皆さん、ワグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。お元気でいらっしゃいました。こら、こら、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。世界制服クラフトでございます。世界制服クラフトというのはですね、冒険の時間のバイオームすべてを拠点化する、それが世界制服クラフトです。長期サバイバル企画となっております。いよいよ、まあ、時間的にもですね、次の起点作っとかないとですね、年内大丈夫かっていう段階であります。これ最近よく言ってますけどね。まあ、なんでそこは置いといて、スカルク無限化、チャレンジします。それでは、本日もやってまいります。ショート。行くぜ。レッツゴー。まずは職場へゴー。本日も東堂若チャンネルへお越しいただき誠にありがとうございます。今日もですね、お役立ちコンテンツ、面白いコンテンツをお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。今日もうちの職場はキラキラしております。出勤でございます。はい、こちら職場拠点というね、一番初めに作ったところですね。はい、やってまいりましたけれども、じゃじゃーん、ご覧ください。スカルクカタリスト、スカルクセンサー。本当言うとね、なんだっけ、スカルクシュリーカーもう取れるのかな。あれシルクタッチ一応ついてるよね、つけてるはずなんですよ。なんか取った記憶あるんだけど、もしかしたら、あ、これ生配信で私ボーデンと戦ってるんだけども、どうだったんだろうな、もしかしたら失ったのかもしれない、シュリーカー、スカルクシュリーカー。ちゃんと動画本編でもボーデンと戦えって言ってます。そうそう、早くやんないとな。それだから早くやんないといけないですね。聞こえてきた、今やれって聞こえてきた。あ、でも今日は違う。本当は今すぐ戦いに行きたいところだけど、ちょっと違うんだ。これが手に入ったので、スカルクカタリストが、これカタリストさえあればこいつらね、ガンガン増やせるんですよ。こんな感じでございまして、まあ雑に集めてみました、必要そうなものをね。もう今回、蜂蜜ブロック使ったりとか、焚き火を使ったりとか、ちょっと特殊な感じのやつを、ちょっといろんなものを参考にしてね、ちょっと面白いのがあったんでね。あー、じゃあ1個足りない。よいしょ。クワがシルクタッチ付きのやつと、シルクタッチついてないクワも欲しいな、というところなんですよね。ダイヤのクワ。あった、もともと。あって、もともと。頑張って、いきましょう。さあ、到着エンドでございます。ここが本日の舞台。どうしよっかな、どっち側伸ばそうかな、どうするんだったっけな。まずマグマ垂らすんだったっけ、マグマ下までまず垂らすでしょ。あれ違うっけ、どうだったっけマグマ時間かかるからな。はい、マグマなくなったので垂らして、先水だったっけな先水だった気もするんだけど、いけたか。あはもうこれしかねえ。あいけた。ゼロ地点までやってまいりました。よし。葉っぱで2スタック分ぐらい進めば大丈夫でしょう。くぅー、なんか人生で2回目ぐらいの感じ。全然やり方下手だったけど、結局力技でやりました。とりあえず石きますね。128マスは最低離すっていう、敵が、本当に一切湧かないようなポジションに、作っていきたいということですね。そんな凝ったエンダーマントラップを作るわけじゃないんだけど、ある程度湧いてくれればいいんですよね。敵も倒せば反応するんですよ、あれね。で、そこを作りたいという感じでございます。まあ、これぐらいでいいかな。あー、怖すぎる。見た今の怖い。ちょっと待って。待ってくれよ。
待ってくれよこれ。待って、あ、安全な場所を葉っぱでこしらえていい？ちょっと一旦これぐらいでね。あーはー、怖い。まずはこっから作っていこうかな。ここが一番端っこだとしましょう。じゃあここから14マスほど進みます。1、はい、14マス進みました。念のため、今回はスライムブロックではなく葉っぱブロックをですね、適当なブロックというか足場にしてみたりとか登っていく時に使おうと思います。エンダーマン分かれると怖いので。14まで来ましたけど、ここが一番端っこになるんですけど、その1個下の13マス目のところから1、2、3マス進んだ先にブロックを置いて、ここから1、2、3、4、要するに計、5マスにしましょう。で1個上に上げる、1、2、3、4、これを反対側にも行いましょう。そうしたらここにこのように置いて、こうですね、ピストンですね。このシステムですけど、固形ブロックを作るのにね、使ってたやつと似たような形になっていきます。ピストンにですね、この後ろにねブロック置くでしょ。こっち向いて階段なんですよね。で横にガラス、こっちにもガラス、上にもガラスって置いて、ここはもうガラスで、はい、閉じちゃいます。で反対側も同じように、はい、このようにとにかく水が垂れないようにしておきます。で反対も同じようにね、こっちからとこっちから水を出す。これを向こうにもやります。でここはつなげちゃいましょう。ガラスでね、端っこつなげちゃって、次これハーフブロックをね、1、この真ん中をハーフブロックに変更しましょう。でこの端っこなんですが、こっちを1個フルブロックに変えてもらいます。片方だけですね、片方だけフルブロックすればいいですね。でここはこうで、あそこに葉っぱをつなげて、この部分ですね、真ん中の部分にこうですね、こうですね、はい、これでつながりましたね。はい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 。ここはもう1マス出して、リピーターでフルブロックで、上にフルブロックつなげる。でその前は黒曜石で5つ5マス置きまして、ここもブロック置いておきましょう。ここも置いておきましょう。でこの黒曜石に対してこのようにピストンを置いて、ピストンの上にブロックでつなげます。はい、反対側も同じように、はい、こうなりました。この1個上ですね、溶岩バケツがこうして上がって、この真ん中に垂らします。どうす、何が起こるかというと、はい、こういうことですね。待て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 、あぶねえ。本当はここに石を置きたいんだよな。土でも大丈夫かな。うん、土でも大丈夫だな。ここがスカルクルブロックに変わるブロックじゃないとダメなんですよね。まあ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 、まあ、見ていただければわかるかなというふうに思うんですけど、ここは結局押されるところになるんで、よし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 、大丈夫か。オッケーだな、オッケーだな。では次、このガシャガシャたちを動かすためにですね、ここにこういう風な向きでオブザーバー置いていただいて、でその後ろには粘着ピストンをこうで、そっから1、2、3、4、5マス、このギリギリのこの手前まで持ってきておいて、反対も同じように、向きが大事ですからね。どんどん葉っぱがなくなっていく。でここはこうやって上げます。でつなげる、ここもつなげる、これこのままいくじゃん、こうなるでしょ。でこうやって1マス上げる、でこうですね、はい、つなげます。じゃあ次にここにブロックが来ます。で4ブロックここに置いて、こうですね、リピーターをこうこういう向きに置いて、全部最大遅延にして、でこうブロック置いて、でここに今置くんだけど、置いちゃうとこういう風になっちゃうんですね。こういう風に、こういう風に、こういう風に、こうなるわけですね、皆さん。はい、
これが、一応願ってる形です。でこれ取っちゃう。あ、はい、じゃあこうブロック置いてここに置いてください。でこうしてください。うん、ちょっと一瞬だけ動いちゃったけど、はい。でここが電源ですね。このレバーを押すことによって動き出す形になりました。これで、あ、これでですね、この石がいっぱい出てくるところできました。先にね、回収する部分といいますか、もうまさにそうですね、回収する部分ですね、アイテムを回収する部分を作っていきたいので、このラインかな、このラインですね、このラインに、はい、このようにですね、チェスト、まあ、2段置きまして、反対側も同じようにこういう風な置き方をしましょう。まあ、このチェストの置き方についてはまあ自由っちゃ自由なんですけど、僕はこのやり方でいいと思ったのでご紹介をさせてください。こう伸ばしてください。ここまでピストンのところまでね、まあまあな数のホッパー使いますけども、で上に、はい、このコマス、はい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 、ちょっとこれ鬱陶しいですね、ごめんなさいね、自分で作っといて申し訳ないんですけど、この前はですね、黒曜石3つ置いてください。で次この真ん中にですね、はい、4つこれ置いてください。隣には普通にブロック置いてください。でここがですね、なんでフルブロックだったのかがこれでわかるんですけど、はい、ここがスタートする場所というか、うん、壁がここがガラスだとダメなんですよね。なので、ちょっとこれを使っていくって感じなんですけれども、で、ここまで来てくるっと回ってこうですね。でここでまたさらにくるっと回って、でさらに、まあ、こうなるのな、なるのでこうですね、でこうですね、で最終もう一回ちゃんと置いて、でこれでですね、永遠にここをぐる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 回り続けるホッパートロッコを作ることができるわけですね。ちょっとここからが面白いと言いますか、めっちゃ参考にした動画あるんで、もあの概要欄でぜひ見ていただきたいんですけども、すげえ面白いものがありまして、ここにですね両サイド置くじゃない、その下も黒曜石蜂蜜ブロックを真ん中に置いてください。なんか適当にこうブロック置くじゃん。で焚き火をねこう置いて全部消す。それでこれは取る。ここは黒曜石、まあ、なかなかね面白いんです。これがここに立ちながら潰していくみたいな、でどんどん伸びてきて上から落ちてきたエンダーマンたちのパワーでここら辺がスカルクになって取っていくみたいなやつなんだけど、でここを2つ置いて、でこっちもねガラス置きましょう。5マス置いてからですね、こっちからこうですね、あ、動いた動いた、はい、これでいいですね。今、ピストンガシャガシャ動いてるでしょ、あれがね面白い挙動するんですよ。パワードレールを引いて、でここにブロックを設置して、でここもだな、こうだな、でここからコンパレーターで動力出して、その前にブロックを置きます。でリピーターをこうですね、ここ最大遅延で反対側はそのままで、こうで、ここを、減算モードにしていただいて、ここは取って大丈夫です。で今のうちにここも潰しておきましょう。こことここにフェンスですね、これも絶対なんです。でここに扉で、扉の上にですねトラップドア、はい、でここ開けて入る。それでガシ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 やっていく。では動かしますね、はい、こうなってるでしょ、はい、今こんな感じ、入る、わかりますこの目線の動き、ほら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 、ここにビーコンでもね備え付けようもんならね、まあ石製造機になるわけですね。結構いい感じの効率の石製造機になるわけですね。そもそもがそういう構造なわけですよ。この左右の動き、このスライムブロックでね、蜂蜜ブロックだからこそできるっていう、なかなか出れなくなるんですけど、でこれで全部オンオフすることが可能と。エンダーマンは分かれるとしんどいので、フルブロックの上にはしっかり湧き潰し系をね置いておきます。ガラスはそのままでいいでしょう。ここも念のため湧き潰し、念のため湧き潰し、はい、こんな
作りでございます。であとはですね、エンダーマントラップを併設すると、エンダーマンを落としてくる必要があると、いった段階でございます。これ第1段階、これで OK です。こんな感じでね、あんま離れるとエンダーマン湧くな。ここをこうです。上付きのハーフブロックで、その上にハーフブロック置く感じ。ここはいずれスカルクブロックになる場所ですね。ここまではちょっと一旦ガラス置いといて、ここら辺はスカルクブロックになっちゃうところなんだけど、ここもガラスにしようか。ガラスにして、ここがスカルクブロックになっちゃう、いずれ必ずなる。でここはこうして、この辺りにですねカタリスト設置します。でここもなんとなくね綺麗にねちょっとしときたいんで、なんとなくねこうしたいと思います。でこのスカルクブロックをですねちょうど5つあるので設置するんですが、ここなんですよね、この真ん中、こうです。これでダメだったらちょっと怖いから、そうね怖いから、ここはこれにしときたいと思います。とにかくね伝わらないといけない、これ繋がってないといけないんだよね。伝わるところを作っとかないといけないから、いずれここは全部スカルクブロックになるんですよ。でここに落下してきてもらうようにするので、でこれはこのままでよくて、でここに、落下してくる。で1マス開けてのこんな感じでちょっと一旦十字に置きまして、はいガラスですね。でここはもう取っちゃってください。でこのガラスを上まで続けていくと、ここから21個上に上げます。でここに鍾乳石置きたいんですけど、鍾乳石忘れちゃったんでね、ちょっと取りに行きたいと思います。出てこい神、1個だけあった、ここに設置する。いいね、これで1段、あ2 3、はい皆さん21マスやってまいりました。21マスになったら次はもうブロックを設置していく段階であります。全部で23マスということは、中1マス抜いて、11マスいけば23になるので、 H is on A、 はい11マス左手にはダイバーツね、しっかり湧きつぶし、 OK、 M S3、23×23 の脇層を作ればいいわけですね。うん、こんな感じのトラップドアをつけましょう。で今は足場として出しておいて、全部置き切るぞー。オーケーできました。じゃあこうです。カーペットをそれぞれに2段積みますよね。で次に1、2、3マス上がって4マス目かな。でちょうどあいつの上のここの部分に鉄格子、それでこの鉄格子にですね、皆さんご存知のあいつをですね召喚すべく準備したいと思います。これでいいかな。もう一マス、もう緑すぎてどこに何があるかわからん。こうですね、こうして、でここに呼ぶと、これが何やかんや、あのエンダーマントラップで一番大変っていうね、皆さんもよくご存知だと思いますが、で今ここをこうやっておくことで、たとえここでエンダーマンが湧いたとしても大丈夫で、これを下げれば落下していくっていうような雰囲気でちょっといきたいと思います。さあいきますよ、食べる、あはは、あ、門開いた、門開いたじゃん。で名前つけて、はい、おお門開いちゃった、早い。でどうするのかというとですね、こうですね、四方、にこう柵を置いて、でこの子ここを押し込んで、でこれ取って、こうですね、であとは全部ブロックを潰せば、はい、彼がですね全員集めてくれるんで、全員集合、全員集合くんっていう名前にすればよかった。今思いついた。よしこれでいいかな。皆さん準備が完了いたしましたね。あっという間に、まあ手持ちとりあえずスッキリさせよう。でそっから本気出そう。よーし皆さん、怖いけど動かしますか。ぜひともね、ぜひともねリプレイモッドで撮りたいところなんですが、それ叶いませんので、多分これで大丈夫だと思う。で動かす、
よし。で、これ動き出しました。ね、行くよ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 。ガラス。ここも犯して。なんとなくだよ。なんとなく。ここもガラス犯して。これハーフブロックですからね。これハーフブロックじゃないとここに入れないですからね。こうならないですからね。2つ開ければ出れる。さあ、下ではガシャガシャ動いております。ね、全松明を取り払いまして、これで真っ暗に。この緑色のブロック明るすぎるから、なんか全然暗いあれないですけど。あ、来てる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 。あ、なってる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 。入ります、入ります。はい、ご覧ください。ここにほら、スカルクセンサーもできるんですよ、上に。で、今だから右クリック押しっぱなし。この目線、この目線でちょっと近い、この目線だと今のスカルクセンサーできたでしょ。これちょっとしばらく待ってりゃできるんで、スカルクセンサーが。ほら、できた、今できたでしょ。今取れるんで、こうやって取れる。あ、今スカルクシュリーカー取りました。こんな感じで、ほら、スカルクセンサー取り放題。これだけで終わりません、奥さん、これだけで終わりません。続きまして、ちょっと目線を下げる。ちょっと目線を下げると、なんと、スカルクブロックも大量に回収することができます。これないよ、皆さん。スカルクブロック、そんなに必要ないですけど、はい、これで回収ができるわけですね。ただ、気をつけないといけないのが、これを放置したときにですね、スカルクシュリーカーができてしまって、で、スカルクセンサーも隣にあるから、あいつが湧いてしまわないとも限らないんですよね。そうなっちゃうと怖い。そこだけはちょっと警戒する必要があるんですけど、今のところここで暴電対策はないんですよ。ただ完全放置をするというよりは、ちゃんと一緒にこう、放置するというか、目は離せない。離席はできない。なんかね、ここのスペース 5×5 にね、3つまでできるのかな。スカルクセンサーとか、スカルクスリーサー、シュリーカーとか含め。で、あとね、やっぱ経験値、たくさんたくさん、もっともっと経験値が溜まった状態だとできるんで、これしばらく放置すれば放置するほど、どんどん回収してくれるというか、スカルクシュリー、センサーもできやすくなったり、シュリーカーも出てくるし、って感じですね。これだけではないのよ。ね、何がすごいかって、ここで、普通のクワ出すじゃないですか。シルクタッチついてないクワ出すでしょ。経験値を回収できます。潰すと経験値を回収することができます。エンダーマンが落とした経験値を吸収してスカルクブロックになってるので、スカルクブロック自体は経験値を放ってます。まあ言ってそこまで経験値は稼げませんが、全部吸収されてしまってるので、一応ちょろっと回収できてるでしょ。普通のエンダーマントラップと比べるとやっぱ経験値溜まり速度遅いですけど、ちゃんとこれ経験値回収できてるっていうのが分かっていただけたと思います。で、これで、シルクタッチに変えると、経験値は回収せずに、経験値というものがですね、スカルクセンサーやスカルクブロックに変わっていくと、そういう感じでございます。いかがでございましたでしょうか。ちょっとね、見えづらいかもしれませんが、こういう感じもこれ止めちゃって、このようにですね、スカルクカタリストがですね、頑張ってこうやってるわけですよ。だからこう気をつけないといけないのが、スカルクシュリーカーが出た状態で帰らないようにする。で、ここ見るとほら集まってるでしょ。集まってんのよ。シュリーカーもこのスカルクベインも集まりますね。うん、スカルクベインも、シュリーカーもセンサーも、集めることができますよ、というのが完成いたしました。どうよ、皆さん。いろいろと参考にした、まあ参考にした動画は一つあるんですけど、スナップショットで作ってたので、ちょっと違かったんで、今回私の動画見ていただくと、よりわかりやすいような構造に、なってると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。すごい落ちてきてる。本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。この動画が役に立ったな、いや、面白かったな、お腹がいっぱいになったな、など、少しでも感じるものがございましたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、帰ってまいりました。ということでね、どうでしたか？うん、お役に立ちましたでしょうか？これ、なかなか良かったんじゃないですか？うん、しかし、何に使おうかな、みたいなところありますね。スカルクセンサーでも使い道絶対あると思うんですよ。これからいろいろ考えたいと思います。あ、ポク、ポク、あ、ポク、あ、ポク。さあ、朝なんじゃ。オフハンド禁止。オッケー。
そうだ。